はい、皆さんこんにちは。韓国でコタロトクパインでございます。今韓国で日本の次期総理についての問題が応援状になってます。誰が次の総理になるか、それについてめちゃくちゃ話してます。今韓国ではちょっと新しい流れがあります。それは日本との関係をちゃんと改善してください、政府として日本との関係を良くしてくださいという声があります。それはドマイボの新聞、そしていろいろの日本専門家たちが話しているんですが、今アメリカから韓国への要求が、韓国と日本の関係をちゃんとして、中国とのその路線をちゃんと整理してほしいという要求があります。それについて韓国の専門家は、今までムン・ジェイン大統領は全部安倍総理の責任に全部を、日韓関係の悪いことを話してますが、でもそれは違う。それは安倍総理だけの問題じゃなくて、韓国の政府としてもちゃんとの問題がある。今まで慰安婦の問題、その会談、その抗議を破損したのを韓国のムン・ジェイン大統領、今まで日韓関係が悪くなった責任にはちゃんとムン・ジェイン大統領の責任があり、それについて今回は新しい総理になるとちゃんと改善してくださいという声が出てます。今までの流れとはめっちゃ違うような流れでございます。なので日本について韓国の政府からもちゃんと努力してくださいという声がある一方、今3人が韓国では結構実機の総理として有力な人なんだと話してます。その人たちは令和おじさんで有名な菅先生、そして岸田さん、そして石破さんです。菅さんから話します。菅さんは韓国でも結構有名です。菅さんが有名なのは、この令和のことをこうした先生が菅さんなので、結構韓国ではいいイメージがあります。そして菅さんは今までなんか自分自身の足で今まで歩いてきた、その部分が別に韓国にはいいイメージがあります。もちろん安倍総理の二人者として今までの政府なんか政治的な路線を今のようにする可能性は高いのは高いけど、でも経済再生が一番だと話している人なんで、それについて経済が一番になって日韓関係が良くなるんじゃないかなという期待があります。ちょっと面白いことがありますけど、今安倍総理が病気でちょっと若いとして、今辞任をすることになって、菅さんの、ちょっとすいません、なんか僕の癖が先生ということなんで、すいません、結構尊敬の意味だから、誤解はしないでください。マジ年がちょっと今71歳になってますが、なのでそれがちょっと心配で、菅先生になるとは今疑問です。次は韓国人として、韓国ニュースとして一番次の総理で一番だと話しているのは石破茂先生でございます。石破茂先生は実は日本の自民党の中ではそんなに力がないんですけど、国民として、日本の国として一番力をなんかささなんか支持をなんかされている人物で、安倍総理とも研究ができるような力がある人となんか評価してます。でも今総理の選挙が特別のように、国民からの投票がどうなるのか、それが一番の大きい観点として作用すると思ってます。もしかして特別のようになって、それが国民からの党員からの得票が少なくなると、ちょっと石破先生はちょっと大変になるんじゃないかなという観点があります。でも石破先生は歴史の問題、そして経済問題についてはめっちゃ日本の利益、そしてユダヤ化、ちょっとなんかフレキシブルな立場なんで、確かに総理として一番自分の意見が確かにある、そんな人じゃないかという意見があります。そして石破先生はアメリカとのその関係を本当に大事にする人なんで、アメリカとの関係が大切になると、それは当然韓国との関係も良くなることになるんで、それについての期待があります。次は岸田先生です。岸田先生は結構若い年であるんですが、でも韓国との関係について、慰安婦の問題についてその抗議をしたその人であり、韓国との関係について外交力が結構強いという意見があります。外交について結構強い
人と話し、力がある人物で評価してて、韓国では期待がある人物であります。でも僕がコメントとかを見ると、その人気の順番は確かに石破先生が一番、その次が岸田先生、その次は菅先生であります。皆さんどんどん見えますか。どんどん明るくなってます。今は夜じゃないです、今は朝です。今朝の何時かな、今朝の5時51分です。僕は早く来てわざわざ撮影をしてます。皆さん僕もこんなに頑張ってるじゃないですか。これから今日一日ぜひ頑張ってください。以上、ソウルでコタロとコパインでした。バイバイ。元気がいっぱいコタロ TV、 可愛くないけれど高テンション、疲れる時コタロ TV、 元気パワーコタロ、アスロー超超コタグミ進撃、ニコニコココタロ、ヤイチューンシャブデチャラ、ティロトラ、ニコニコココタロ。